3つのギフトの日が重なる特別な日です。運が覚醒する機運上昇チャンネルの高見です。機運上昇チャンネルの LINE アットができました。機運が上がる6つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄からチェックしてみてくださいね。8月31日はマヤ暦の大晦日がやってきます。終わり良ければ全て良しというように、最終日の過ごし方もとても大切なんです。去年の12月15日にスタートし、起承転結を繰り返し成長発展し、そのグランドフィナーレですので、運気も大変華やかです。二つともお金が回る紋章が入っていて、さらに三重にギフトがやってくる日でもあります。ギフト一つでもすごいのに、三つって本当にすごいですよね。そこに強運の星も入っていて、マヤ暦の中ではかなり豊かなエネルギーが強い日です。だから絶対に抑えておきたい日なんですね。翌日のスタートの日も同様にかなりエネルギーが強い日で、9月1日からの260日を決める大事な日になりますので、新年を前にスムーズに新年のアクションに移れるように整えておくと運気を上げやすいんですね。ぐいっと波動を上げて次のステージに行って、新しい年を迎える時なので、そんな最終日に金運を上げて次のステージに行くために、おすすめの過ごし方について今日はお話していきたいと思います。まずはじめに龍神様とつながり、場を清めるティン社の音で始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。8月31日のマヤ暦は金260、黄色い太陽、黄色い星、音13の日です。この日は1日の中に豊かさや強運のエネルギーが詰まっているすごい日なんですね。音13のギフトの日に、マトリックスの50日間のギフトの日に、2020年の12月15日の金1の日から1年間の最終日で、ギフトの日と3つのギフトの日が重なる特別な日です。ギフトが3つ重なるのは最終日の金260の日だけなんですね。そしてマヤ暦には普段よりエネルギーが3倍濃い強運の黒金の日という日があるんですが、この中で4つだけ角黒というさらにエネルギーが強い日があるんです。マヤ暦の金1から260の角っこにある黒金だから角黒というんですが、ネーミングはだいぶ雑な感じですが、ただですね、ネーミングの雑さとは裏腹に、宇宙から注がれるエネルギーはとても強いものとなります。奇跡的なことが起きやすい日なんですね。そこに美に磨きをかけることで、お金が回る黄色い星に無条件にお金に恵まれる黄色い太陽が入っていて、音13はギフトと豊かさに満ちた日なんですね。三重のギフトの受け取りをして、金運アップアクションをすることで、絶好の金運上昇の波に乗れます。じゃあ、一体どんなことをするといい日なのか。これがとても重要なので、今からお話していきますね。この日におすすめの金運アップアクションは、なんと言っても美に磨きをかけることで、お金が回る黄色い星が入っていますので、外見や美容に関することをするのはとてもおすすめです。新しいコスメを買ったり、美容室やネイルなど外に出かけることや、お家でおこもり美容などどちらでもいいですし、忙しい場合はシートマスクだけとか入浴剤を入れるだけでもおすすめです。そして無条件でお金が回る金運が一番強い紋章の黄色い太陽は、キーワードに感謝がありますので、感謝タイムを取ることもすごくおすすめです。感謝をすることって何でも当たり前ではなく、恵まれていること、何か普段してもらっていることを感じ取れることですので、物事のあるというプラスの側面にフォーカスしていることなんですね。感謝している時ってありがたいなって気持ちになって、すごく満たされますし、波動もすごく高い状態です。金運にもすごくいい状態なんですよね。例えば支払いの度に、あーまた出ていった、1000円、1万円、10万円、ひえーなんでこんなにって思っている時は、出ていく方にフォーカスがいっている状態です。だから減ることばかりに目が行ってしまい、なくなったとマイナスにフォーカスしているんですね。そうするとないないないとどんどんなくなっているように感じます。ですが、支払いをするということは同時に何かを得ているはずなんです。今日のご飯のおかずを買った、今月使った電気代を
払った、仕事用のバッグを買った、など何かを得るためにお金を払っているんですね。コインに裏と表があるように、プラスとマイナスはセットになっているんですね。この支払いの時に得られた方、プラスの側面にフォーカスをすると、今日はお刺身が食べれて幸せだなとか、電気代のおかげで今月涼しく過ごせたな、充電できないと仕事がストップしちゃうから大事だなとか、明日からこのバッグ使うの楽しみだなとか、支払いの度に幸せいっぱいになります。そして物事のある側面にフォーカスをしているので、あるあるある、やっぱりあると心が豊かさでいっぱいになるんですね。心が豊かさで満たされていると、その波動が磁石になって豊かな未来を連れてきてくれます。あるとない、どちらにフォーカスするかで気持ちもこれからも引き寄せられるものも全く変わってきます。だから感謝するって金運を上げる上でもものすごく大事なんです。そんな感謝をすることでお金が回る日なので、ぜひ感謝タイムを取って過ごしてもらえたらなと思います。支払いの時に得られたものにフォーカスをすることもいいですし、最近の感謝できることを思い出すのもいいですし、家族や身近な人に感謝を伝えるのもおすすめです。ちょっと直接伝えるのは恥ずかしいなっていう場合は、コメント欄にこっそり書いてもらえたら、書いたあなたとコメントの両方に感謝の波動が残ります。すると読んだ方もその感謝の波動を受け取ります。そして感謝の連鎖が生まれたら、とっても高い波動となって、コメント欄を書くことはもちろんですが、読むことも金運アップアクションの一つになります。みんなで与え合うって素敵ですよね。そしてその感謝が今度は260日間のギフトを受け取る時の鍵となります。マヤ暦の大晦日は30にギフトがやってくる日です。このギフトは収穫の振り返りをすることで受け取っていきます。2020年の12月15日からどんな種をまき、どんな行動をしたかなと振り返っていった時に、あるにフォーカスすることで、まだ芽が出たばかりの小さなギフトに気づけたりと、偶然かもしれないけどと確信が持てないからスルーしそうなことにも、でもやっぱりこのタイミングの偶然ってすごいことだと思うと気づくことができて、たくさんのギフトを見つけていけば行くほど宇宙からのサポートがあったことに気づき、さらなる感謝が生まれ、宇宙さんも何かしたサポート時に当たり前だって思っていたり、なんだこんなもん、私はもっと大きな成果が欲しかったのにって思っている人よりも嬉しい、ありがとうって気づいて感謝される方が嬉しいですよね。そうするとあなたの嬉しい、ありがとうって気持ちと宇宙さんの気づいてくれてありがとうって気持ちがシンクロして同調していくんですね。そうして高い波動のステージで新年を迎えることになります。宇宙からはさらなるサポートが来るようになってきます。それ以外にも振り返りをすることで、私頑張ったなとか、あの時勇気出したなって自分を認められて自信につながり、新年からのモチベーション高い状態で行動できますので、ギフトの振り返りっていいことだらけなんです。それでもし、あれ？あんまりアクションしていないかも、だからかな、ギフトがそんなにないなって思った場合は、それもギフトなんですね。振り返りをすることで気づくことができて、新年からはもっとアクションをしようって思えたら、すごい変化じゃないですか。そういうこともありますので、行動が多くなかったことがいけないんじゃなくて、気づいたことが素晴らしいんですね。ここもプラスの側面にフォーカスすることが大切なんです。だから世の中ギフトだらけなんですね。ギフトだらけだなーって思っていると、それが潜在意識にインプットされてギフトだらけな現実を作っていきますから、何を思って何を信じるかもすごく大切ですね。というわけで簡単にまとめますと、8月31日のマヤ暦の大晦日はとてもエネルギーが強い日です。翌日の新年もすごくエネルギーが高いんですが、31日は迎えるエネルギーだったり豊かさのエネルギーで、9月1日の新年は行動するための勢いのあるエネルギーという違いになります。おすすめの金運アップアクションは3つ。1つ目は外見や美に磨きをかけること、2つ目は感謝タイムを取ること、コメント欄も使ってみんなで感謝の豊かなエネルギーを作れたら最高ですね。そして最後3つ目はギフトの振り返りの時間を取ることです。この3つがおすすめのアクションとなります。あとおまけで、9月1日の新年からどんな年にしようかな、何して過ごそうかなと考えておくのも新年からパッと動けておすすめです。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そして
チャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い、波動を上げる鈴の音でお別れをしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。